ブレンダン・フレイザーは、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身の、俳優、アイルランド系で、フランス語も話す。カナダの観光局で働いていた父親について、インディアナポリス、デトロイト、シアトル、オタワ、オランダ、スイスなどで育った。カナダのアッパーカナダカレッジとシアトルの、コーニッシュカレッジオブザアーツで演劇を学び、1991年に映画デビュー。 映画、ハムナプトラシリーズや、センターオブジアースで主演を務めて人気を博すが、その後は体調の悪化や結婚生活の破綻などの様々な原因で、ハリウッドの表舞台から遠ざかる。これについて、2018年になって2003年にゴールデングローブ賞を主催する、ハリウッド外国人映画記者協会の元会長、フィリップ・バークから受けたセクシャルハラスメントによって、 うつ状態になったことも一因であると自ら語っている。1998年に女優のアフトン・スミスと結婚し、現在3人の息子がいる。2007年12月に離婚を公表した。ありがとうございます。